平成26年7月31日、本日は福島県いわき市に来ています。私は今日、福島県の某所で、誕生した奇形のカブトムシを取材に行きます。原発事故から、3年は経っているんですが、奇形のカブトムシが生まれるということは、もしかしたら放射能の影響ではないのではないかという、不安があります。それでは早速、そのカブトムシを見てみたいと思います。OK です。その位置で、ご覧の通り、このカブトムシの顔面はありません。なぜ、このようなカブトムシが生まれたのか、このカブトムシが生まれた地域の周辺の空間放射線量は、それほど高いというわけではありませんが、原発事故以降、3年が経ち、果たしてその影響なのか、違うのか、原発の影響を否めないと私は思います。それでは早速、このカブトムシを発見してくださった男性の方に、発見当時の話などをいろいろ聞いてみたいと思います。それではお願いします。発見した時はこの状態だったので、頭がないので、鳥にでも食べられたのかなと思いまして、近寄っていったところ、動いてたんで、あれと思って手に取ってみたら、 あるべきとこに顔がないのが気がついて、でもあと他の機能は他のカブトムシと変わらなかったので、これはなんか先天性の異常なんじゃないかなと思いまして、一応保護してみました。まあ原発事故等のことはちょっと否めないなと思いますね。実質上どうなるかもわかんないし、低いとはいえ放射線が何かの影響をしてるんじゃないのかなと感じますね。でまたこのような姿で出てきたっていうのも何かの警告なんじゃないかなとちょっと感じてしまいますね。ありがとうございます。我々もなぜこのようなカブトムシが生まれたのか、またこれから先このカブトムシは本来のカブトムシのように天獣マットをしていくのだろうか、見守っていきたいところでもあります。